北朝鮮絡みはまあ相も変わらず、全世界的に似たようなところが出て、まあ兵器訓練や開発なんかの視察と、まあロシアとの首脳会談と、まあその2つあたりが割と出てるニュースだよな。まあ核関連はあれは全然知らんニュースだったんで、初めて知ったんですけど、ああいうのもおるんだって。てか、ああいうのばっかおるんだって。はい、2019年4月19日、本日ピックアップしたニュースの紹介。まずはサクッとダークウェブ最大の闇マーケットサイト、シルクロードの創業者、ロス・ウールブリーヒットの釈放を要求する愛願書がすでに16万人以上署名していますよ。なんかあんまり言って声が届いたらフルボッコされそうですけど、こういうのってほんとカリスマ的存在じゃないけど、この前のアサンジとかしかり、やっぱり熱狂的な信者がおるんですよね。あ、いかんな、信者でいたらあれだな、さらにフルボッコされるな。まあまあ、ここはサクッと単純に署名が集まったというだけで。はい、次。仮想通貨取引所 OK コインが暗号化カスティディプロバイダーのプライムトラストに非公開額を投資しましたよ。資金調達ラウンドではゲートウェイブロックチェーンパートナーズなどが含まれて、プライムトラストは先月 OK グループと提携して OK チェーンブロックチェーンなんかで動作するステーブルコイン OKUSD まあリリース予定であるという計画もあり、まあ、そこら辺の絡みもあって投資してたんじゃないかなというのはもう目に見えるところですわね。開発的には最終段階にあって6月にはリリースする予定なのではと言われてますわね。バイナンスデックスが筆頭にここら辺の他の取引所も、まあ、戦争ではないけど先を越されてはならんというところで開発を急める限りですわね。同時に OK チェーンの分散型取引所 DEX もリリース予定だそうで、バイナンスがもう先陣切っとるのは明らかで、そこら辺を他のあたりがなんとか追随しようぜ、まあ、真似とまでは言わんけど追っかけで言っとる形だよな。他の取引所的には先に手を打つか、オリジナル金融商品もしくは DEX 以外の何かセキュリティ面のイノベーション的サービスとかを生み出していかんとなかなかあれさね。バイナンスの前にはとりあえず現状では出れん状況だよな。まあ本当なんか一つが抜けてきて他が追随して面白くなっていた感じというところで。はい、次。こちらもサクッと、アメリカのルイビル大学が IBM と IBA の技術アカデミー、IBM スキルアカデミーを共同で設立する予定と発表していますよ。このアカデミーでは AI やブロックチェーン、サイバーセキュリティ、クラウドコンピューター、データサイエンスなんかの新興デジタル技術にまあ焦点を当てて、教育課程なんかにおいても学習ツールを提供するっていうのがルイビル大学の説明ですよと。IBM は本当相変わらず幅広いですね、やっとるところが。教育だけじゃなくて港関連のサプライチェーンからもう言い出したらキリがないくらいで、それで IBM はこの教育課程において、まあ、学生に IBM 認定なんかのライセンス付与する予定ですよってところで、まあ本当にいっぱいありますよね、そこで。はい、次。こちらもサクッと。中国系の仮想通貨取引所 OK エクスチェンジが Wave アカウントを利用して IEMO プラットフォーム Jump Start の詳細ルールの更新を発表しましたよと。変更されたルールとしては OKB トークン保有量の保持期間を15日に変更と短縮ですね。そして第2トークンセールは2ラウンドに分けて進行して、ラウンドトークンセール時間は OKB トークンの所有者に限って制限し、抽選は OKB トークン保有割合に比例しますよと。まあ私たちのプラットフォームの選別したトークン買いたいならネイティブトークンの OKB いっぱい保有してね、パーねっていう感じですよね、これは。まあなかなかここら辺もあれですよね、ファンクラブビジネスとかじゃないけどちょっと信者チックに囲ってくるというか、保有量とかまあどの世界もある程度はまあ一緒ですけど、なかなかヤクザチックとかまでは言わんけど、なかなかまあアコギじゃないけどなってきたよなと。まあそれだけあれですよね、権威あるとまでは言わんけど、強者の本当に右拳を上から叩き落とせる状態がまあどの取引所もあるからできるという技ですよねというところで。はい、次。 NTT グループが衛星システムの導きとドローン AI 利用した福島県南相馬市で農業支援のパイロットを行うと発表しましたよ。これなかなかあれですね、面白そうですね。実用化に向けては2年ぐらい想定しとるそうですけど、そうだな、農業の IT 化は本当一番手がなかなか入りにくいというか、 5G ドローンが入ってきてもやはり農業関連でやってる人がネットとかにどっちかというと遠い人が多いから、なかなかあれですわね。 IT 化を進めていくっていうのは、まあ、人材不足そうだね。多分スマホとかでもあんまり触ったことない人の方が、まあ、うちの家族なんかの関係も含めて多いから、まあ、福島なんかでやっていくってとこでそこら辺の復興の兼ね合いも絡めとるのかな。本当はある程度のアプリケーションが組み込んだ
農業対応ドローンがスマホなんかで使えるデフォルトレベルまで落とし込むと、要は耕運機とかトラクターとか買う感じでドローン1台30万とか50万ぐらいで全てシステム備わっとると、かなり農業関連も普及していくだろうなと、まあ、もちろんそれに対応するシステムの構築っていうのがめっちゃ口で言うののもうどんだけだろう、数えきれんぐらいの数字で難しさは分かりますけどね。まあいずれにせよ本当数年以内の未来を夢見て期待というところで、はい、次。アマゾンが中国でオンラインストア閉鎖予定ですよと。4月18日までに中国マーケット閉鎖していく予定で、まあ、JD とアリババで昨年中国の e コマースマーケット、まあ、約8割支配とまで言わんけど、まあ、制していたので、さすがにアマゾンでも手の届くところがなかったのかなと。逆に言うとアマゾンが参入できんこのマーケットシェアを JD とアリババが支配しとってものすごいですよね。これはどれだけ強敵やねんっていう感じで。ただアリババと JD さえ中国では厳しい状況であって、アリババなんか2016年以降四半期ごとの収益成長率なんかも最低報告もあり、 JD なんかは最近の話の通り、まあ、レイオフ、まああれは噂でどうなるかあれですけど、どちらにせよサプライチェーン関連なんかの縮小という話は出ておって、中国マーケット自体が多分厳しいから、まあ、アリババなんかあれですよね、東南アジアとか他の方へ進出しようというか手を広げようとしたんでしょうね。まあ本当アマゾンが手出せんって どれぐらいのマーケットやねんという感じで。はい、次。ケンブリッジ大学で高血圧を治療するための処方薬がマウスで行った研究において、パーキンソン病やハンチントン病や痴呆などの症状に対して有効であることが証明されていますよ。疾患の特徴なんかを誤って折りたたんだタンパク質の蓄積で、まあ、認知症やハンチントン病なんかのタンパク質は凝縮体を形成して、まあ、これらが脳内の神経細胞に不可逆的な損傷を与える可能性がありますと。で、健康な人なんかはそんな有害物質の蓄積を防ぐためのメカニズムを行って、その理由としてはオートファジー、要はパックマンみたいに細胞が植物を食べて分解する仕組みな一方、神経性疾患ではこのようなパックマン的メカニズムがなくなって、まあ、脳内に蓄積するタンパク質を除去できませんよと、まあ、特に世界なんかも、もうみんな知られている通り高齢化してますます神経性関連なんかの疾患が増えてきて、薬物なんかの研究開発進んでいますけど、現状はまあこの手の症状に対して効果的なオートファジーやパックマン的作用を誘発する薬はありませんとして、それだけあれなんでしょうね、解決に至るまでの現状薬っていうのが開発されてない、できてない、解明されてないですよね。有効ではあるけど完璧にはっていうところですよね。そうだな、痴呆症とかのあたりはやはり世界的にも問題で、まあ、そこら辺の理屈が全部分かったら本当に 3D プリンターとかでロボット化してセルフロボコップみたいになるような、まあ、未来があるのかどうなのかわからんですけど、まあ、解明できんから面白いからいろいろ研究開発してメイク&トライを繰り返す限りで、まあ、こういう話は本当面白いですわねというところで。はい、次。割といろんなサイト一気にバーってこの手のニュース出てきましたけど、北朝鮮ボスが新型兵器のテストを視察してますよと。どんな感じなのかって、どこのメディアもなんか具体的にどういう武器でどうのこうの出て詳細があまりなくて、まあやったみたいな感じで、まあ確かにこれは視察みたいなことはしたと思うんですよ、全体の見た総括の自分の感想として。そこら辺の詳細がないんで、まああんまり言及はできずこんなところを拾ってきた限りですけど、研究開発としてはやはりあれでしょうね、止めたくないというのが本音でしょうね。大体本気で他の国をなんか攻撃しようという気は全くないと思いますから、むしろ自己防衛に使ってるようなイメージしかないので、まあでも何にせよこれだけの兵器なんかにしても開発できてその資金力が大変っていうところ撤退する素振りすら見せん、まあ、そこら辺はなかなか注目しい部分だけどさすがだと思いますけど、ね、まあ、純粋な開発としては見たいけど、まあ、あんまりなんか怖いことだけはやめてくださいというところで。はい、次。奈良浜松多摩四日市と横瀬が電動キックスターターのシェアサービスのためループと提携しましたよと。最近の中国の電動自動車の法律じゃないですけど、やはり危険面とかそのあたりを危惧してかなり規制は厳しくなるので、なかなかあれですよね、理想としてはバイクなんかと同じ認識せず自転車扱いしてほしくて、さらに安全を保てるという利用条件をクリアできるのが理想ですけど、なかなかあれですわね、原付なんかと一緒に見なされると、まあ、ナンバーとか方向指示器とか、まあ、ヘルメットはもちろんあれですが安全面というところで、そこら辺のバランスが難しいので、利便性と安全面と、まあ、規制としてはどうしても安全面を
考慮するのはもう当たり前なので、本当このラストワンマイルが世界的になかなかシェアサービスにたどり着けるまでに、まあ、苦戦しとるよな。自転車だけじゃなくてもうちょい楽にさらに利便性高く、できればどこでもかんでも乗り捨てじゃないですけどやっていきたいっていうのが、まあ、理想系だよな。観光客なんかが増えてくるとこれは利用せざるを得んくなって、そのあたりで加速するから、そういうところから外堀埋める方がなんか意外に早道かなというところで、はい、次テンセントが任天堂スイッチのニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスのテストを中国広東省当局が許可しましたよ。テンセントサイドからはコメントはないそうなんですけど、この手の他の流通はいいにしても、テンセントのオリジナルゲームの方の認可がなかなかあれですもんね。子どものゲーム問題とかそのあたりはクリアできたのかなというところで、まあ、本当テンセントのゲームライセンス問題はまだまだ序章に過ぎる続くというところで、はい、次さすがにコインベース生産高高いよねというところが、コインベースが2018年に5億2000万ほど売り上げましたよと。さらにはイギリスのコインベース UK は昨年の純利益が約740万ドルと、このどれだけ売り上げ出しとるんやねんという感じで、コインベースだけは本当に他の取引所みたいに独自トークンをご利用ししたりとか、 IEO 的プラットフォームでガンガン絞り取ったりとか、あんまそういう方針じゃなくて、まあ、顧客の安全面、ウォレット関連のセキュリティなどから割と真っ当にやっとる、まあ、全体の中で一番そういう印象を受ける取引所だよな。さすがにあんなネットから遮断してテントみたいなところで仮想通貨管理しとることを歌っとるんだから、そセキュリティ面はやはり群を抜いとるでしょうね。長期的に見ると、こういう本当にとにかく安全をやはり優先して追求しとる取引所が残っていくかなと思ったんですけど、ね、もちろんバイナンスがそれを優先してないとは言わんですけど、他の取引所とは本当に異質とまでは言わんけど、あんま右へ習いしてないよなって。まあ社員なんかが辞めてったりとかそういう話はちらほらはありますけど、まあ本当にバイナンスやコインベースこの辺りがセキュリティ的に貫通されると、ちょっと仮想通貨自体もかなりピンチな状況になるんで、その辺りの懸念だけはどうなるかだけですわね。はい、次なんかあらあらというところで、サムスンの折りたたみスマホギャラクシーフォールドがレビューアーに届いてから数日以内で故障報告ここが多々出ていますよと。これは本製品要は約20万以上するのが正式リリースじゃなくてレビューア用だからまだそこまでの問題にはならんけど、これが本格リリースして正式商品化だ現状だったらさすがないですよね。クレーム殺到でしょうね。まあ4月下旬頃届く予定だそうで、そこまでに直ればっていうところですけど、現状サムスンサイズとしてはレビューアから返却したギャラクシーフォールドを調査して、まあ原因突き詰めるというところで、ここまでそんななんかずさんとまで言わんけど、初期不良の多さをなかなか出すのもあれだよなって。もう数週間もないところで、どうやっていくんだろうというところで、ゴールデンウィークあたりに本当悲鳴の声が出てこんとければいい限りというところで、はい、次これも北朝鮮絡みで、まあダーッと一気に出てましたけど、まあまずそうなんだろうなっていうのが、北朝鮮とロシアが首脳会談を行う予定ですよと。これなんかお互いにあれなんですかね、サイバーハックの意見交換でもするんですかね。あんたんとこはどないなハックやっとんのや、えらい稼いどるらしいの、日本さんにも迷惑かけとるやないけ、いやいやまだまだですわ、ロシアさんこそあの〇〇とかあの〇〇とかどうやってやったんでしょう、ワシんとこにも教えてくれまへんか。まあそんなことは言わんですけど、どうなんでしょうね。他にもアメリカ関連の交渉の人材を変えろって言っとったり、割と北朝鮮なんか動き見せてきたよな。これ問題は両方って言語が通じるのかなって。翻訳する人おるなら翻訳する人あれですもんね、すごい命がけで訳さなかんすもんね、わざと訳したりしてねまあそれは冗談としても、まあいずれにしてこの状況でロシアがどう動くかなんか見ものですよねってとこで、はい、次アメリカがブロックチェ関連の支出を2017年の440万ドルから2020年には4800もドルほどに増加すると予測していますよと。 IDC としてはブロックチェーンが貿易関連の法の制定化の基盤としてなる可能性高くて、国際貿易なんかの標準機能として利用していく可能性が高いとも追加として発言していますよと。まあ数字面の追求は過去のとこから憶測で計算していますけど、まああれだね、増える割合があっても減っていくことはないですよね、まあ、AI や 5G、ドローン、ブロックチェーン、自動運転、その類は現状取って代わるそれ以上の USAR 代替技術が生まれてないから利用していくのは必然ですわね。 AI とかだと技術開発の方の割合が多いけど、ブロックチェーンなんかだとある程度の基盤ができとるから、規制なんかの関連をクリアしていけば割と
適用しやすいですよね。自動運転とかのがもっと規制関連のしがらみ抜けてライセンス取って公道でテストしかないかんという場面はありますけど、ブロックチェーンだと法律の許す範囲内のところでとりあえずテストは していけるんで、それだけ試行回数が多いってことはやっぱりですよね、成功する確率も高いってことですよね。まあ、これはアメリカだけじゃなくてもう全世界どれだけマクロの部分まで落とし込んでも、まあ利用増加投資拡大っていうのはまあ必然ですわねというところで、はい次、まあ、相変わらず仮想通貨取引所のクレカ関連の支払いはシンプレックスが出てくるというところで、フォビグローバルの OTC にビザとマスターカードを使って支払いするためにシンプレックスと提携していますよ。ただ料金としては上限があって仮想通貨購入に、まあ、取引所の手数料もあるというところで、そこら辺でだけですよね、利用に関してのデメリットは。もう本当クレカ払いはとりあえずもうシンプレックスが出てくるというところで、まあ、それだけ銀行とかあたりを介さずに取引させたいという各取引所の狙いですわねというところで、はい次、オンライン支払いサービスの大手ペイパルが暗号化したマルウェアを検出してランサムウェアを防御する特許を取得していますよと。2016年の9月に出願して今週の火曜日ですね、アメリカの特許庁 USPTO によって授与した特許は、既存のシステムデータキャッシュを利用してランサムウェアを検出してハードウェア、ネットワークファイルなんかの内容を暗号化してシステムユーザーがアクセスできないようにしますよと。この復元キーを持たないとユーザーですら自分のデータにアクセスできなくなるそうで、とりあえずいかがわしいファイルなりのマルウェアに引っかかったらもうユーザーですらアクセスさせんっていう狙いですよね。これは自分含めた消費者や企業なんかがデータ損失回避するためにはもうバックアップしかない一方、ランサムウェアによって暗号化されたファイルであると自動的にバックアップされて、要は自分が保存したと思われるデータを上書きして変えられちゃうという可能性が高いですよね。なんなんでそこら辺の上書きさせない、だから要はユーザーすらアクセスさせずに触らせんということで、まあ、損害を減らすっていうのでペイパルがそれを狙ったんですよね。こういうのなんか意外にペイパル狙っとったんだなと、これ全然知らんかったですよ。支払い関連もこうやって数年かけて特許取っていく狙いがしとるってことは、それだけ他もあれですよね、取得まで至ってないだけで水面下でいろんな技術を開発しとるはずですよね。本当やはりハッカーとかの本当セキュリティ面の戦いだよなってとこで、はい次、 LCNM がステーブルコイン払いによってライトニングネットワークペイメントで代行するサービスを発表しましたよと。ブロックチェーン上の電子マネーで、まあ、9ヶ月以内に公開目指して開発しているそうで、まあ、とりあえずはサービスが出てからだよなってとこで、まあ、一応エアドロップじゃないですけど、この電子マネー購入する際にはまあ 1% のボーナス与えますよというところで、そこら辺をまあ売りにしてサービス利用してってもらうという狙いだと思うんですけど、狙いとしては面白いですよね。ブロックチェーン上で電子マネー作るっていう、規制関連だけ逃れれば別にどこに電子マネーがあったって問題ないですもんね。まあ日本円払いができるようになってからがこれあれですわね、本格的なスタートだよなってところで、まあでも面白そうで、どうやって突破していくのが見ものかというところで、はい次、カルダノのパートナーエマーゴが IOHK サミットでカルダノブロックチェーンエクスプローラーセイザのリリースを発表しましたよと。これセイザはそのままで日本のあの漢字で書くやつありますかね、セイザってあの単語に由来するんですって。最初どういう意味でどっかの国の言葉かなと思いました。まあ、カルダノブロックチェーンのトランザクションやウォレットアドレスなんかその他もろもろを追跡検索するカルダノ特化した仮想通貨の検索エンジンですよね。ほぼ各種提携企業なんかがカルダノだけじゃなくて他のトークンなんかも特化したブロックチェーンエクスプローラーっていうのはちばちばと開発していますわね。まあ、カルダノも結構相場上がってきてちょっとロングしとっていい感じの状況になってきとるんで、まあ、ここら辺の需要も高まってくるのかなってとこで、はい次、北朝鮮と連携したと推定されるハッカーがプログラム開発関連海外サイトで身分偽装して活動していると RFA が報道しましたよと。このキムスキーは2014年に韓国の電力や発電の企業韓国水力原子力をハックした組織と指定されて、まあ、この背後には当局があると RF は推定し伝えていますよ。全部北朝鮮やねんって感じですね。これ何でも押し付けやなんかいいと思ったのかなと。まあそれで話を戻していくと、キムスキーはこの IT プログラムの制作なんかの依頼受注する海外のウェブサイトでフリーランサーやクリプトランサー
グル、全部英語読みですね、なんかで、まあ、身分偽装して活動していますよと。さらにこのメンバーは仮想通貨関連なんかの仕事にも関心持っていて、この手の自己紹介欄に、まあ、8年のプログラム開発経験があって、仮想通貨関連の開発なんかも積極的に参加して経験がありますよって表記していると。要はあれですよね、日本でいうとランサーズとかのあたりの、まあ、フリー関連のサイト、海外でいうとこの先ほど言ったフリーランサーやクリプトランサー、グルなんかで、まあ、そこら辺で身分偽装してそこら辺の仕事受注じゃないですけどやっているということで、仮にこのハッカーがまあ北朝鮮と連動しとったことが確認した場合としては、過去アメリカの大統領行政命令137225、まあ、すなわちアメリカの対北朝鮮制裁の対象になりますよとのことで、まあ火のないところに煙は立たんじゃないですけど、ある程度これだけ憶測だの出てきて、こんだけこんなボコッと写真まで北朝鮮と推定されるまあアカウント関連なんかも出とるんだから、まあまあまああれでしょうね、まず外さん話でしょうね。この国はでも本当にあの義理兄弟の家族関連をなんかかくまうグループとかなんかいろいろって、なんか本当あれですね、闇集団が多いというか、本当北朝鮮のあのボス指令のもとに置いとるのかどうのか、そこまでは定かじゃなくて確証とした情報が出てきてないで断言できませんけど、本当右足左足本当分身みたいなのがゴロゴロいますよね。なんかこれも全部推定ですけど、それだけおるか、逆にあれだけの開発とかなんかを全く断念せずに遂行して、強気とまでは言わんけど全く手を止めることなく進んでいけるんだろうな。まあある意味本当に新しいなハイブリッド政治だよなと、これはある意味一番手強い国かもしれませんよね。というわけで次、本日ですね、ピンタレストがニューヨーク証券取引所で取引スタートしましたよ。まあそれはアルファベットやフェイスブックと比較するまではさすがにというところありますけど、それでもあれですよね、期待感はありますわね。リフトがナスダックに出たり、まあ今後で言うとウーバーがどうなるかってところが、まあ期待感が一番高いんじゃないかなと思いますけど、まあ価格だけじゃないですけど、こうやっていけば資金も集まって、もっとあれですもんね、自分たちの事業、要はやりたいことなんかの拡大なんかにも使っていけるから、まあ、元々金は持っとると思いますけど、まあどうなっていくでしょうかねというところで、はい次、ボーイングが航空当局の認証前にアンチインストールシステム搭載した737の MAX モデルの最終テスト実施したと発表しましたよ。ソフトウェア修正によって合計200時間ほどテストしたそうで、これだけあったのがやっぱりソフトウェアを修正してテストしていくとこ見ると、ブロックチェーンとかあのあたりもそう、まあスマホなんかにアプリダウンロードして利用していくのと一緒で、やっぱソフトウェアの部分が一番あれなんかなって、ここら辺が確立してくると全然話は飛びますけど、仮説としてスマホに自動運転のそういうソフトウェアアプリがあれば、車自体に自動運転システムがなくても GPS とか Bluetooth とかあの類である程度は動かしていけると想像できますもんね。その開発が難しいからあれなんですかね、世界的にあの手この手ライセンス取ってテストしとんですけど、まあこれもビッサム同様に本当に時間はかかるのはまあ明白だよなというところで、はい次、はいはい、まあいよいよ来ましたねというところで、仮想通貨取引所のバイナンスがバイナンスチェーンを発表しましたよと。4月23日はバイナンスチェーンエクスプローラーとウェブウォレットを一般公開してメインネットスワップできるようになって、ユーザーが BNB の引き出し容器にバイナンスチェーンアドレス指定できますよと。割と今まで言ったことに対してそこまで秘密のズレがなく来とるってとこはさすがですよね。これは普通この手の公開ってだいたい遅れがあったり何らかのトラブルがあるもんなんだけど、どれだけの技術力を誇っとんやねんって感じで、バイナンスのこれで DEX が本格的にリリース稼働して何のトラブルもなければ、もう本当に株価じゃないですけどトークン価がうなぎ上がりになる、登っていくのはもう想像できますわね。これだけ本当になんかトラブルがないっていうのが逆に気持ち悪いぐらいで、なんかかんかあれなんですよね、バグじゃないけどいろいろあるはずなんですけど、それが本当にこの場合は悪い意味で恐ろしいので、どういうシステム構築しとんのやねって感じで、はいとまあそんな感じで、次、ケニアでは非営利のグロスルートエコノミクスが仮想通貨でおなじみのバーンコールと提携して地域通貨システム導入していますよと。スマホの仮想通貨ウォレットや SMS のテキストメッセージを利用してデジタル通貨
か取引できるようになって、さらにはこのバンコールプロトコルを利用しているから異なる仮想通貨間のトークン相互性なんかも向上して、もう願ったり叶ったりですよね。ケニアではこれ電子関連なんかの送金に精通している一方、まあ、5人に1人は銀行口座持っていなくて、それによって仮想通貨関連なんかのこれ支払い導入が加速してたってことですよね。もちろんバンコールのシステムが関わったから、まあ、これだけできたってこともありますけど、まあ、やはり本当に銀行が普及してない国の方が必要に迫られて仮想通貨関連の導入をせざるを得なくて、結果的にイノベーションが加速するっていう流れになりますよね。まあ、この写真の人はナイロビ郊外で食料品店経営して、そこでこのグラスルートエコノミクスとバンコールのシステム導入して、まあ、地域通貨なんかを利用しとるってことですけど、こうやって、まあ、世間の言葉でいう先進国じゃないところデジタル通貨関連なんかが利用されていくってところは、逆にあれですよね、日本みたいなところの方が普及しにくいんだろうなって。必要に迫られんとなかなかあれですね、導入テストっていう段階にいかんから、日本でいうとやっぱ必要に迫られてない部分が多いんだろうなって。世界的に動きとして圧迫されとるから導入しとるとか、東京オリンピックがあるとか、そういうしがらみで本当にそれが必要かって言われると、いや、なくても十分に生きていけるっていう答えがほぼ返ってくるでしょうね。こっちまでは逆にないと死活問題になるから、導入せざるを得んってことですね。使っとるスマホなんか本当に何世代前かぐらいのこのノキアの昔のあれですよね。本当電話と SMS だけできるようなネットがつながるかどうのかわからないやつですもんね。下の方を見ていくと、まあ、個人的にはこれでもかなりでかいニュースだよなと思って。まあやっぱりイノベーションは必要に迫られて生まれるというところで、はい、次、まだまだ面白い研究しとるんだよねというのが、カナダのラバル大学でカルコゲナイドガラスを利用した 3D プリンターを成功しましたよと。カルコゲナイドガラスは他のグラスに比べて非常に低い温度で軟化して、それによってこのガラスを押し出し可能にするために 3D プリンターの温度を260度から330度ほどに上げて、市販のプラスチックフィラメントを利用するのと同様にして、同じ寸法のカルコゲナイドガラスフィラメントを製造したそうで、メリットとしては特殊な導電性や光学的性質を持つポリマーなんかと組み合わせることによって、まあ、多機能な 3D プリンターデバイスなんかを製造できますよ。複雑な形状や複数な素材であったり、ファイバーやガラス片なんかの製造にも利用できて、さらには赤外線のガラス部品やファイバープリファームなんか、まあ、安価な製造にも利用できますよとか、これもすごいですね。ほんと髪の毛のほどの何百万インチとかの、それぐらい細いのとかでもだんだん製作するようになってて、耐久性の壁さえほんと超えてればあれですよね、人体の中にもその感染症と抵抗とか、そのあたりの壁を超えてるのは利用できるんじゃねえかっていう可能性を感じさせますもんね。車なんかもほんと 3D プリンターとかになって、今の鉄とかより逆に強力になって軽くなるとかっていうのも、なんか前に想像しちゃいますもんね。家や車、まあ今でいう大きな建物に分類するのが、だんだんこうやって 3D プリンター化されていくっていうのも、なんかあれだよなって、面白い話だよなって。はい、とまあそんな感じで、次、本当になんかこんなヘマしたんかなっていうのが、 Facebook が何百万以上の Instagram 関連のユーザーパスワードを暗号化していない形跡で保存していて、従業員が簡単に閲覧できる状態でしたよ。この問題が数百万人の Instagram ユーザーに影響を与えてるとして、そんなことなんかあれなんだな、このボスが、まあ、いやボスがやったわけではないけど、まあ、あれなんだ、 Facebook としてやったんだなってことで、何年もの間何百万もののパスなどがこんな暗号化されてない状態で保存というところで、まあ、わざとなんかこんな嫌みったらしい写真を持ってくるのも、まあさすがだよなというところですけど、それとあったらこの前みたいななんか AI 関連のキレッキレな開発進めとったり、なんか本当あれだもんね、こういう関連なんか同じボスが一番上におると思えんくて、なんかジキルとハイドじゃないけど違う人物がやっとんじゃねえかみたいに、技術的には及ばんけど、これぐらいのところならさすがに自分のお店でも思いつくからやめるし、社内指摘がありますわね、こんなんだったら。大体この手の企業だと自分の意見は言う人多いはずだから、こんなん絶対管理しとる人は言いますよね。自分みたいな立場の人でも、もし仮に Facebook を持ったとしてこの状況に遭遇したら絶対言いますわね。ザッカバーグはん、これ簡単にわしらでも読めますぜ、どない管理しとんでっしゃろうみたいな、まあ普通にどうしてこんな風に管理しとんですかって言いますけど、あの不自然すぎておかしいですよね。あの中途半端なミスじゃなくて、なんかまずやらんだろうっていうなんかミスが表面に出てくる、なんかどうなのシステム的に逆になんか不安を感じる部分もあるよな。なんかほんとここら辺のところは逆に同じ人間が何べんも言いますけど、上におると思えんような、なんか扱いだよなってところで、はい、次、まあまあほんとアマゾン
何でもとりあえずあれですよね、無料化なりして本当に加工させるとしとるよなというのが、アマゾンがアメリカ内でエコースピーカーで広告付きの音楽ストリーミングサービススタートしますよと。スポティファイなんか利用しなくても、要はエコー所有者ならアマゾンから無料の音楽楽しめますよということで、大体アマゾンあれですもんね、この手のサービスあるとするときってまず最初安価もしくは無料でスタートして、あの赤字覚悟でガバッとユーザー囲いに行きますもんね。まあ最終的に本当このスマスピ関連へ既存のアマゾンが行っているサプライチェーン関連なんかの誘導にしたいんだろうなっていうのも見て取れますわね。広告がある YouTube のスマスピ版をアマゾンがやったみたいなイメージで取られると割と自分としてしっくりくるかなというところで、はい次、 UFJ は結局どこの方へ仕掛けたいんかなっていうのが、三菱 UFJ と赤前がグローバルオープンネットワークジャパン設立すると発表しましたよ。まああれでしょうね、赤前のブロックチェーンネットワークなんか利用して小額決済するオープンペイメントネットワークを提供していきたいという狙いなんでしょうね。一応は2020年ぐらいをめどに提供を目指したいとしていますけど、 UFJ はどこへ行こうとしてますかね。なんかあんまり、まあもちろん自分で全部が全部やる必要ないから、こうやって提携したり買収したり協力したりして技術なんかをシェアしつつ拡大していけばいいんですけど、全てはあれですかね、自前のステーブルコインのための布石なんですかね。あんまり国内とかになんか目を向けてないで、日本っていう枠になんか縛る気がないか、縛られる気がないか、関係ないか、興味がないか、規制を逃れたいのか何なのか分からんですけど、日本の銀行の中では割とやろうとしてることが若干異質だよなって、あんまり国内目線の動きしてないですし、割と数年先を見とるんかなという感じなんですけど、というところで、はい次、 CEO が亡くなった仮想通貨取引所クワドリガ CX の債権者法が6月まで延長しましたよ。まあただ債権者整理法に基づいた手続き期限切れのため破産法に基づいた手続きを行っていますよと。結局これは裁判所が任命したとしても CEO のデバイスにはアクセスできず、同じくパスワード関連なんかでもまあ奥さんなんかにも共有してないというところで、さらにセルフウォークした仮想通貨関連が含もうと思われているゴールドボレットも、まあ、手続き数のままであることを判明していて、まあ本当は諦めて全部捨てた方が早いんだけど、ここら辺のあれですわね、取引所ということで顧客資産とかそのあたりがあるとさすがにあれですわね、100円200円ならなんかポケットマネーで払おうかなと思うと金額がけたたましすぎるし、債権者としてもこれでも絶対に収まりつくわけないんだから、これが仮想通貨であるが上に逆に招いた結果であると同時に、これからの本当に指標になりますわね。セキュリティと同時にセルフボックスも一種のセキュリティだから課題だよなってところで、これもまあ本当ここら辺も技術でなんかいいシステムを開発して本当改善していきたい限りですねってところで、はい次はオーラス。これ地味に結構でかいんですけど、日本のブロックチェーンメディアザ・ノディストが日本と韓国版でメディアリリースしますよと。これ最初のところに上に URL 出てると思うんですけど、これ日本版と韓国版で単純に両方の記事を訳しただけじゃなくて全く違うんですよ。これ素晴らしいよなと思って、日本人目線、自分日本人だから韓国情報の方が欲しくて、日本情報なら大体あれですよね、日本語で読めるから国内メディアなんか見ていけば割と網羅できるけど、韓国情報っていうのはなかなか日本語だけでは網羅できなくて、違うこと書いてくれるのはこれは非常に日本人目線としてありがたいやなって、逆にこのメディアを韓国人の方が知っとる人は日本版のニュースを知りたいと思うと、ここへ来るとあれですよね、逆の立場になるから、あ日本の情報を知れるよなって、割と全体的に普及しとるようなところじゃなくてマニアックとまでは言わんけど、まあちょっと日地関連で書いてて、こういうのって助かるよなって。単純な仮想通貨の大手メディアの全世界版を例えば日本から英語版へ翻訳してやるとか、逆のやり方とか、韓国版を英語に翻訳した記事とか、そういう母国が違うだけの記事じゃなくて全く違う内容の記事を違う国同士で書いてあるってことだから、見応えがありますよね。これはいいよな。自分もあれだな、こうやってなんかブログとか書いたりとか動画とかでもあれだよな、本当はこうやって動画コンテンツとブログコンテンツとか全く分けた方がいいですよね。見る方の立場としてもいいよな。これが逆に日本版と韓国版と同じ情報を翻訳しただけで書き直しだったら、まず見る気にならんすもんね。日本語版だけ見や分かるわって感じになるから、これもあれだな、本当自分への戒めと、ここら辺のコンテンツ作成
生とか消費者側の立場になった視点として非常に参考になるとかっていうか分かっとるでもうお前早やれよって感じなんですけど、いやでもこれもう早速フェーデルに登録しました、うん、特に韓国版非常に期待しておりますよってところで、はい、まあそんな感じで来ましたけど、北朝鮮絡みはまあ相も変わらず全世界的に似たようなところが出て、まあ兵器訓練や開発なんかの視察と、まあロシアとの首脳会談と、まあその2つあたりが割と出てるニュースだよな。まあハック関連はあれは全然知らんニュースだったんで初めて知ったんですけど、ああいうのもおるんだって、てかああいうのばっかおるんだって、まあ大きいところへ目を向ければそれはバイナンスのあれですよね。バイナンス製にリリースしていくってところで、まあ動き出して本格的なリリースが見えてくるよなってところで、細かいところに目を向けていくよ。 Facebook あれなんで何回初歩的じゃないけどあれだけの上がおるところが何であんなことやっていくんかな、そこが逆に不思議な限りで、まあ、あとはピンタレストの上場とアマゾンが中国マーケット撤退とクアドリガー CX のまだまだ続く問題、まあ、ハック関連はずっと続きますわね。他のクアドリガー CX 以外の、まあ、ほとんどのところはなんか北朝鮮が絡んどるって言っても、もう本当あれだよなって、そこら辺が一番やっぱりハック関連の究明じゃないけど、そこら辺はあれですよね、ロシア首脳会談なんかでなんか織り込んで話してくれんかな。まあ医学や 3D プリンター関連もああやってなかなか目に出てこんとこでも本当に専門技術だらけで開発進んどって、まあドローン、 AI、 自動運転、ブロックチェーン、 5G、 3D プリンター、本当相も変わらず毎日いろいろ開発していますよねということで、はい、でまあそんな感じで以上2019年4月19日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。